白玉の幸せ宅急便、白玉センキー。先週がね、ちょうど放送50回ということで、過去の放送をいろいろ振り返ってましたね。で、まあ50回いろいろなことあったなって思ったんですけど、なんか最初の頃割ともっとこの白玉センキーのコーナーはもっとこうチャレンジャーなことをやってたじゃないですか。苦手克服だったり、あとはこう食べ合わせチャレンジだったり、最近そういえばそういうのないねっていうことをスタッフの山ちゃんさんにポツッと言われて、あ、そういえばそうだなって私も気づいて、最近どうもね、こう安全な道にこうどうも走ってたので、今日は久しぶりにチャレンジをやります。こちらです、じゃじゃん。激辛じゃない、進撃って読むらしい、進撃タンメン、これに挑戦します。まあもうほとんどの方がご存知だとは思いますが、私は辛いものが好きではありません。しかし私はいろいろと今までに、あ、待って、慎重に開けなきゃね。真っ赤、こわ、真っ赤、見え、もうね、あ、ちょやばい、あー、怖い、待って、これは液体スープはお召し上がりの直前に、あ、了解です。じゃあまずここにね、お湯を入れるんですね。よいしょ。お湯を入れて5分なので、ちょっとここはまあ早めにサクッと入れます。こぼさない、そう、それが一番怖いですね。こぼさないようには気をつけますよ。どれぐらいかな、はい、よし。でこれお湯入れて5分だそうなので、ちょっと5分待ちます。5分後に食べます。なんかもうダメだな、この待ってる時間が怖いから、もう混ぜちゃっていいかな、開けよう。だったね、こう、もう別に麺が硬かろうが、こう野菜にお湯が通ってなかろうが関係ないと思うから、多分そこじゃないんですよ問題は。美味しいかどうかと、そこじゃないんですよね問題は。ということで、あ、待って、これが赤い、まっ、これさ、何も考えずにパーって入れたら真っ赤な液体ポタポタポタってきたんだけど、真っ赤じゃん顔。はあ、よし、混ぜます。匂いもする、味噌ベースの辛いやつなんだねこれは。じゃあこれぐらいかな。いざこの進撃タンメン、ちゃんとねこうスープに浸して、あ、減った、まあいいや、いただきます。大丈夫、収まった。瞬間攻撃タイプいく？いただきます。